週末、今日もとても楽しいお稽古でした。できると思えばできます。臨時記号の多い曲、転調を繰り返す曲も和音やコードで考えて弾くととても簡単に弾けるようになります。練習曲が難しいと諦めずに、少し立ち止まってコードネームや和音で考えてみましょう。ピアノ上達には日々の積み重ねが大切になってきます。毎日でなくても1日5回、5分、練習時間や練習範囲を決めてやってみると少しずつピアノは成果が出ます。紺碧の海。最後まで丁寧に弾きましょう。ピアノは難しくはありません。簡単な曲を最後まで丁寧に表現し、曲に応じた奏法ができる。ピアノ上達への道は楽しいのです。できないのではなく、できると思えばできるようになります。先生も毎日少しずつ練習を重ねています。良い子の皆さんは無理をしないで、練習時間や練習範囲を決めて、今日はこの曲をやってみよう、5回練習してみよう、5回できたらおやつを食べれるよ、5回できると宿題していいよ、などと小さなルールを決めてやってみてください。ぜひ成果が出ることがわかります。お母さんやお父さんの言いつけをよく守って、今日はこの曲を弾いてみよう、5回弾けるとおやつを食べていいよ、などとお約束を決めてあげてください。紺碧の海でした。 YouTube およびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。 CAPIMAKI401@gmail.com、 もしくは090-1136-4041 になります。暑い日々が続きます。ジメジメムシムシ、みんなも
無理をしないでできることをやってみてください。誰でも褒められるとまた頑張ろうと思います。小さな成長を見つけ、できたことを褒めてあげます。それでは